け。モダのタワムレ。はい、どうもピースピットの末光です。極楽百景亡者の戯れ稽古4日目です。前回の稽古から立ち稽古に、入ってるんですが、今回はね和装なんで稽古も着物とかね寒絵とかで、やろうという話になってね、女性陣なんか着物なんか着たりしてね、結構華やかな感じになってるんで、ちょっと見てみたいと思います。イエーイ。橋爪ゆりさんです。お願いいたします。あ、いいですね。足元運動靴ですいません。石原清美さんです。よろしくお願いします。白い白です。はい、はい、立花愛さんです。よろしくお願いいたします。これなんで片方出してるんですか。これあの大サービスやの。違うってそれ本番の時にはあの丸出しで、まあ、違います。ちゃんとなんか探しのようなものでここは隠れております。あ、そうです。中村まりやさんです。どうも、今日から合流しました。今日からですね。今日から参加ですね。はい、花柄で張り切っちゃった。張り切っちゃった。足も花柄じゃないですか、これ。そう、ガラ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 。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。で、豊田さんで。綺麗な後に申し訳ないですね。いえいえ、これはこれはサムエ。サムエでちょっと夏気分をね味わいたくてね、ついで、ね、あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして片岡くんです。どうも。片山はもうサムエ。やっぱりね、稽古からねこう本気出していかないとね。そうですね。なるべく本番の動きができるように。まあそうだね、もうシミュレーションしていかないといけないからね。ね、うん、そうだね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして鈴木洋平君です。おやおや。はい。あれ、それは和装。あ、これジャージですよ。あのね、僕あの内面からやっぱ作っていきたいなって芝居は思ってました。ああ、そうです。あ、まあ、最後までちょっと、そういう和装とかね、あんま衣装っていうのはちょっとまあ、一番最後にフィッティングしたいなっていう花フィッティングフィッティングちょっと稽古初盤で初盤初盤って言うた序盤でね序盤でねなんて言いますかね、やっぱり役の心情飲んでまして、はい、言い訳やすいません。次は平君です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ニヤニヤすんやねえ。薄気味やれ。あんた、おいら騙したの。騙してなんかいませんよ。ちゃんと極楽へ連れて行きます。だからその極楽ってのはどこにあるんだ。これから一緒に探しましょう。なんだそれ。あんた、とんだ食わしたもんだな。あなたも聞いたことがあるでしょ。地獄の沙汰も金次第。地獄の亡者どもは我欲にまみれた者ばかり。金さえ積めば大抵のことはまかり通る。なんか歌舞伎的なね、小競り合い。なんだこう、そうそう、うん、それ戻ってる。で、なんか肩をこずいてこずいてての完全締めグーでパンチパンチパンチのボスボス。あ、こういう感じ。いや、そのままで左足軸にこう、そうそう、で左手でこう、左足軸、そうそう、こっち、おおおお、どうしようかな、そうし、四股四股も、右左でぐるっと回って、よいしょ、右左ぐるっと回って、よいしょ、でなる、よいしょ、で最後に。ザグイ、おれ、くぐれ、クソ天の助。いや、セタ割る感じ、割る感じで。極楽百景、亡者の戯れ。常識は食べない。ちょんちょんちょん。灼熱地獄は近いせいか、灼熱地獄は近いせいか、ここら、蒸し暑くていいけれや。おう、こうは起き続けじゃな。いい加減、ほれ、手がしびれてきやがった。さあさあ、皆様ご老中、我が墓場谷温泉郷は今日も京都で宴の花咲く桃源郷。ここであったが地獄の縁日、主治に幾人の大盤振る舞い、飲み合う手の
無礼講だ。そんなの関係あるもんか。あんなやつビンタがギッチャンギッチャンに切り刻んでやる。落ち着けビンタ。落ち着いてなんかいられないよ。しば。追いついた。ほら、オイラだよ。オイラ、この顔忘れちまったのか。あんたなんか知らないよ。何言ってんだ。お前の亭主だよ。あんたが私の亭主。冗談じゃないよ。分かった。ほったらかしにして悪かった。ほったらかしにしてたから怒ってんだな。怒ってたんだな。可愛いんだからもう。捕まえた。いや。捕まえた。いや。ほら、ほら。ほら、ほら、ほらこれだ。なんだ。なんだな。ついてきた。最後。ああ。ちょっと。こういう探しを見たときが、もしやと思ったが、やっぱりそうだ。先方使用の直後。久しぶりだな。久方ぶりだな。てろけ。あんた、オイラのことを知ってんのか。わからねえのも無理はね。まさかあんた。どこだ。いや、間違いねえ。思い出してきた。すみません。あらまーす。すみません。あー、これでいいかな。え？あれ？変な、そういう感じやね。ずっと、スポーティーな人だ。よいしょ。よいしょ。体力やな、芝居は。え、これ喋りてる間にちょうど行ってここに着くぐらいで。そうそうそう。あ、じゃ結構佐賀遠いってことです。着きましたんで、そのまま船持っておうから下手に船。船持ってる。佐賀。船って誰？お疲れ様です。お疲れ様です。休憩休憩。今回体力的にはどうなの？大丈夫やと思う。ね、動いてくれるんで周りをちょろちょろちょろ切るみたい。ドキュメンタリーで全部合わせたら本編が分かるっていう。慣れてしまう。